はい、ストリーミングの、音声を保存する、ダウンロードする方法はアナログですが、こういうのがあります。ここに IC レコーダーがあって、ここにこういう、こういうジャックのついたコードがあります。まあ、わかる人はもうこれでわかると思いますが、これをここの、イヤフォンじゃなかった、マイクですね。マイクのところにこれをこういうふうに挿して、はい、こういうふうに挿しました。で、もう片方を、パソコンのイヤホンのところですね。イヤホンのところにこうやって挿す。こうやって挿します。そして、こちらで録音。IC レコーダーで録音ボタンを押します。はい、今録音始まりました。そして画面で、朗読を聞く。これをクリックします。もうこれで、普通に録音が始まります。はい、以上です。失礼。